皆さんレースはお好きですか？私は大好きです。今日はですね、HSR 九州にやってきてます。九州ロード選手権第2戦がですね開催されるので、それを1日楽しんでいこうと思います。誰が晴れ男なんですかね。今の時間が9時11分ですね。今から選手受付と車検が行われるようです。この九州ロード選手権に走ることによってポイントっていうのが付与されるんですね。でライセンスっていうのが、まあ、国内ライセンス、国際ライセンスとロードの場合あるんですけど、その国際ライセンスを取って初めて全日本ロードレースに出場することができるんですね。そのためにポイントっていうのを国内ライダーがみんなで取り合ってですね、で昇格して、で全日本ロードレースっていう風にステップアップしていくんですけど、その登竜門となるのがこの九州ロード選手権となっております。今日はですね、なんか参加台数があんまり揃ってないっていうことらしいんで、ちょっと車の数とかも少なくなってるんですけど、我らが岡村くん、和田くんはどこにおるんかな。よいしょ。今が9時半、9時半だからちょうど先週受付と車検が始まったぐらいかな。で ST 線 JGP3 あと SC600、 3クラスみたいですね今日は。で公式予選と決勝2回の走行のみっていう風になってるみたいで、予選が11時から ST 線だから11時40分50分から ST600 ですね。で決勝が3時ぐらいからスタートみたいです。岡村選手は今車検に向かっちゃったみたいですね。車検で、そうですね、レギュレーションの内容でワイヤリングだったりとかしてやるかですね、チェックされてます。今日和田くん走んないの？和田くん来てないです。あ、そうなんだ。なんか少ないみたいだね今日。少ないですね。俺も出ればよかった。悪いことしとんすか？いや、しです。通報しますよ。やめて。これなんかわかる？ラップタイマー的な。そう、 GPS のラップタイマーみたいなやつやね。はいはい。100m 看板とか 50m 看板とかが新しく設置されてて、でプラスあっち最終コーナーの方も草が刈ってて、もしかしたらこの辺もですねアスファルトできるんじゃないかなって雰囲気になってます。今挨拶がてらですねピットをぐるっと回ってきたんですけど、やっぱ人少ないですね今日。コロナとかの影響もあって練習もできなかったっていうのもあるんでしょうけど、和田くんもですね今日出ないっていうところで、岡村くんとあとピカリンですね、あとデククラフトさんからR6 走られるみたいです。ほんと涼しいね、風があってから、ね、こういう日陰におると全然暑くないな。この HSR ってね、あれなんよ、かなりピンポイントで夕立ちが来るっちゃね、ここ。そう、夏場とかね、いつも決勝って大体ぐらいやんか、その時間に必ずと言っていいほど夕立ちが来たりするよね。おーおー、ああ、落雷もあるね、間違いない。今から選手ブリーフィングが始まるみたいです。全然集まってないね。いやでもここでブリーフィングは結構暑そうだな。ともちんマジ暑くないんかな、大丈夫かな、ぶっ倒れるぞ。おはようございます。はい、おはようございます。お久しぶりです。本当お久しぶりですよね。この間の3月の九州ロードレース選手権以来の走行になります。頑張ってください。はい、昨日前日練習1日一応来たんですけど、はい、ちょっと天候がかなり不安定で、まともに土砂降りで止んで乾いてきてドライタイヤに履き替えて出たらまた降るっていう、そう、全然昨日ねまともに走れてないんで、ちょっとやっぱこの3ヶ月なまってますんで、その感覚とタイムの差を焦らずにちゃんと詰めていけるようにしっかりとやっていきます。頑張ってくだ
ください。はい、もちろん優勝を目指して頑張ります。はい、まずは予選ですね。はい、はい、和田君のタイム抜かして多分今日は無理です。でも目標にします、2秒台頑張ります。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。岡村君のつなぎが干してありますね。かっこいいな。スポンサーさんのワッペンがいっぱい並んでますね。メインスポンサーの山陽工業さんからヘルメットの兜さんですね、と岡村くんが勤めてるライダースさんですね、マフラーのビートにマッチャイの DID、 いろいろいっぱいありますね。かっこいい。この橋くんファクトリーとかバッテリーストア、阪急フェリー、いつも使ってるフェリーですね。かっこいい。こっち腕の方にもいっぱい、背中の方にはこのヴィッセル神戸と山陽工業、それの下にスピードマスターさんのワッペンが並んでます。かっこいいな。あ、その下にはこれがあった、橋くんファクトリーがお尻のところにありますね。でつなぎはクシタニのを使われてます。クシタニのも最近すごい、なんていうんですか、カラーとかも今時というかおしゃれなやつがラインナップ増えてきてるんですよね。で革が強いから結構転倒してもですね、破れにくいようなイメージ持ってます。かっこいい。予選前ですね、車両移動させてます。今ちょうど ST1000 が走ってて、この後に一クラスあるんですけど、スタンド前に陣取ってですね、予選を待つばかりです。で続々と集まってきましたね。この岡村くんの 6R に、あとは全部 CBR だな、 RSG さんのところと、ここ白カウルが RSC さんのところになるんですかね。みんな発電機をですね持ってきて、ウォーマー巻いてこっちで温めてるみたいです。このチーム T シャツというか、これかっこいいな。チャンピオン見切れとって、もうちょっと声張って喋ってもらっていいですか。撮ってるんですか。撮っと。あ、そうなんですか。撮ってないです。将来の全日本ライダーですけど。どうですか。まずはスポットでしょ。まずはスポットで考えてる。来年頑張って。はい、頑張ります。はい、今ちょうど JGP3 クラスが走行中で、次がですね ST600 のクラスの予選となってます。どんどん集まってきましたね。これで全部かな。2、4、6、8、9台、今んとこ9台集まってます。みんなカラフルな車両がいっぱいですね。予選前ですね、リラックスしてるライダーもいれば、めっちゃ緊張してるライダーもいて、人それぞれですね、そういうスタイル。頑張ってください。GP3 クラスがチェッカー出ました。今から ST600 の予選スタートです。T600 の予選はですね、10分間のタイムトライアルとなってます。10分間のうちでどれだけ1周早いタイムを刻めるかっていうところで争ってます。それでグリッドっていうのが、決勝グリッドがですね決まっていく感じです。しかもこの600のこの甲高い音、やべえですね。で流れるように走っていくね。なんかいつの間にかめっちゃ分厚い雲が出てきたですね。これは夕立きそうな、なんかそんな予感もするですね。 ST600 のですね予選が終わりました。次は決勝なんですけど、それまでですね何するんでしょうね、聞いていきましょう。お疲れ様でした。お疲れさんです。長かったっすね。でも5秒1ですよ。今一つやるんですよね。やっぱ人参が合わなんと伸びる。いやー、でかやっぱね、なんなんだろう、3月と路面温度も違うし、昨日の大雨でグリップがちょっと悪いのと、はい、大きいのはやっぱ全然練習ができてないんで、それは3ヶ月ぶりのドライの今1本目なんですよ。言い訳にならんので、怪我せん程度に。はい、決勝は
3秒台狙って頑張ります。頑張ってください。このビチューブのディアサスめっちゃ独特な形しとっすね。かっこええなこれ。こんな深いレースには出れないよね。いやこんなレベルの高いレースには出られないっす。今日もグルメタイムですよ。このつなぎめっちゃ上がってそうだよね。まあまあ全然体幹服みたいな感じの体幹は体幹のちょっと薄いやつ。あ、薄いやつ、うん、ちょっと夏仕様みたいな。そうそう、あの 車が燃えた時にはこれじゃ足らん。あー、なるほどですね。はい、どうもありがとうございます。はい、中島くんお願いします。焼きそば一つと焼きそば一つ、唐揚げ丼と豚串を一つ。はい、牛串は最後のあのジャポネソースかけるとこを写して帰ってくる。あ表現力がない。生姜焼きと唐揚げ丼。さあ、それではですね、お昼ご飯食べていきましょう。やみつき唐揚げ丼バンからの焼きそば、これが牛串に、こっちが豚串。これ新作ですね、初めて食べるんです。これ豚串マジうめえですよ。ビール飲みてえな一緒にね。これやべえな。唐揚げ丼もいただいていこうと思います。お昼ご飯も食べてですね、お腹も満たされたので、ちょっと今から、ま、レースまでですね、時間の空きがあるということで、ホンダのオフロードコースの方に遊びに行ってみようと思います。それでは参りましょう。でも久しぶり来たな、オフロードの方は。何年ぶりやろ。4年ぶりぐらい。あ、これがレンタル。この CRF の125になるのかな。めっちゃレンタルで走るよって言うけどね。じゃあここの右側の砂利の部分が大きな駐車場って感じになってます。うん、そうそう、表彰台。一応オフロードのレースがあるときはそこのグリッド、一応ここにある並んでるんです。ここに横一列にこうずっと並んでスタートって感じですね。ね、気持ちよかろうね、飛んでから、うん、そうオンロードってもう飛んだりとかあんませんから、あれやけどオフロード飛ぶけん 3D のラインとかもあるみたいだよ。うん、高く飛んだらその分得点じゃなくてタイムロスになるから。なるほど。うん、だけど低空飛行で行くためにこうやって横になって飛んだりするでしょ、うん、こうまっすぐこうピョンって立つわけじゃなくてから、うん、飛んでこう横にこうなってから、うん、あれ低空で飛ぶためにジャンプする寸前にテールをこう横にバッて、うん、そんなテクニックがあるらしいよ。マジネジ飛んどうよね。よいしょ。ああ、めっちゃ見やすいな。の本コースの方はアップダウンが激しすぎて、レンタルとかのちっちゃい車両とかやったらもう サスとかが底付きしてしまってからね、そうすぐぶっ壊れてしまうけん、一応レンタルオフロードで走れるのは確かあっちの初級コースだけやなかったかな。さあ帰りましょう。さあ ST1000 クラスのですね、決勝がスタートするようです。さあウォームアップラップが終わってグリッドへ帰ってきました。これからですね ST1000 の決勝レースとなります。野田くん頑張って。さあ決勝レーススタートです。600と比べると全然音質が違うね、やっぱ。おー、トップが帰ってきた。なかなか抜け切らさんな。一応今タイム測っとるんですけど、どんぐらいかな。はい、1分8秒ぐらいで回っとるみたいですね、先頭集団。昨日の雨で結構路面が滑るらしくって、うん、本調子あんま出せとらんのかな。5秒ぐらい出そうやけどね、パッて。頑張れ。おー、抜いた。
ってきた。おお、わあ、行かれた今。ノリノリやったっすもんね、後ろ。でもタイヤめっちゃ綺麗に減っとるんですか、なんだかんだ。早かったけどな、惜しかったな。立ち上がり R1 の方が早見えたわってんですね。そう、見よる方も面白かったっす。内心めっちゃ悔しいっすよ。そうでしょうね。今この ST1000 クラスが走り終わったので、次岡村くんはですね、この後 JGP3 があって、その後決勝ですっていう風になっております。さあ GP3 クラスの決勝が終わりましたので、今からですね ST600 決勝レースとなります。さあ準備していきましょう。
at me so cold. Get over yourself, are you for real?岡村さん、まあ、一応あの結果としては、フォールトゥーウィンで優勝することができました。ありがとうございました。おめでとうございます、はい、今日一日どうでした？いや久しぶりのレースやったと思いますけど、そうですよね。やっぱ昨日がまともに走れてない、コロナの、ね、影響で練習走行も行ってなかったんで、はい、3ヶ月ぶりの走行がぶっつけ、今日の予選でぶっつけの決勝だったわけですけど、やっぱね、あの前回の HSR の3月のレースの時には3秒台で和田くんが2秒台出してるんですけど、はい、今日はちょっとまたそれと違う車両で、練習用のまた違うバイクでのスタートだったんで、やっぱねその感覚の違いっていうのをこの短い時間であまり埋めることができなくて、自分としてはタイムも伸ばせず、かなり反省点の多いレースとなってしまいました。違う車両だったんですね。違う車両です。へえ。知らんやった。見た目一緒ですからね。そうですね。次の予定としては何に走るか。はい、一応ですね、はい、世間的にももうね、一応自粛は解禁という形になってきたので、全日本ロードレースも始まります。一応ですね、7月の末に全日本ロードレースの須郷、宮城県にあるサーキットで、レース前の事前テストが2日間行われて、トータル3日間なんですけど、でその翌週8月の10日に全日本ロードレースの事実上開幕戦となるスポーツランド須郷大会が始まります。頑張ってください。頑張ります、はい、またレース見に来てください。お願いします。はい、それではですね、レースの方も無事終わりましたので帰ろうと思います。今日はちょっとですね、これから寄り道して帰ろうと思いますのでお楽しみに。はい、運転よろしくお願いします。出発します。お願いします。ようみんなあんな早く走っていくな。頭のネジ絶対ぶっ飛んどるよ。はい、目的地に到着しました。こちらライコランド久留米さんに到着です。ライダースコミュニティランド、ライコランド、そういうことやってんだろ。いやー、ついつい長居してしまいますね。日もこんなに傾いてしまいましたよ。さあ、安全運転でですね、福岡の方に帰ろうと思います。Here's your time to shine, show me what you can do.